皆さんこんにちは、ストラマの片岡です。サロンワークでこだわっていることは、サロンワークはもちろん綺麗に仕上げるっていうのはもちろんなんですが、お客様が家に帰ってもカットの持ちだったり、スタイリングが、やりやすいような、デザインを心がけています。私なんですが、最近1年前に愛犬を飼い始めました。ちょっと写真を見せます。インスタグラムも愛犬のアカウントがあるぐらいなんですけど、こちらです。愛犬とよく散歩に行ったりだとか、いろんな公園を巡るのをちょっと私の中でハマっている趣味となってます。はい、あと、最近メイクももちろんなんですけど、年齢も年齢になってきているので、メイクの色っていうよりはベース作りをちょっと自分の中で心がけていて、このインプレアっていうミルボンさんから出てる、ものなんですけど、これのもう化粧下地ももちろんなんですけど、洗顔、クレンジング、ローション、美容液全部使って、肌のツヤを良くしています。で、最近ハマってるコスメは韓国コスメなんですけど、こちらヒンスというこのアイシャドウパレットを使っています。これは結構これから、春のメイクをするときに結構、鮮やかというかこう淡い感じの色のメイクができるので、私は今このアイシャドウパレットを使って何パターンもちょっとメイクをするのが、趣味となっております。髪の毛で悩まれてたりだとか、髪質ちょっと変えたいなとか思う方、ぜひ可愛くするので来てみてください。